て思わないでよね。の位置を直接探すのもありだと思うぞ。その近くに上がる方法があるはずだ。探そうぜ。止まれ！何者だ？勝手に用地に入り込むとは。そうだそうだ、わけがわからないぞ。オイラたちは招待されてここに来たんだ。そんな風に。いや、待った、まさか行子をわざとか。軍玉閣に招待するふりをして、実はここに来たオイラたちを捕まえるつもりなんだ。うわ、怒ったぞ。
何を、普通に仕事しているのに卑怯とは。意味がわからない。とりあえず捕まえるぞ。来るぞ、やってやろうじゃないか。一緒に遊ぼうよ。はあ、来るな。逃げようなんて思わないでよね。うっ、何事？国政様、この不審者たちが奇襲機に何かしようとしています。誰が不審者だ。ん、軍玉閣、君たち何者？招待された客人でリーユエ七世を探してる。そっちは？奇遇ね。私がそのリーユエ七世よ。ん？私は国政リーユエ七世ユウヘン。旅人、君のことは知ってるわ。行幸の客人よね。まさかここで会うとは。ほー、こんな荒野でお金持ちと会えるなんて思わなかった。壊れた天候古城園の奇襲機が一夜で修復された。私がここに来たのはそのことを調べるためよ。この戦艦軍たちがいるのも現場を守るためだけだから。誤解だったんだな。はい、全く思いつかなかった。そもそも仙人の作った装置を直せる凡人がいるなんて七世にとっては不思議な話よ。それはな、そうだ、ユウヘン様は天珠園様がオイラたちを招待した理由を知ってるか。国政でいいわ。そうね、彼女が君を呼んだのはモンドを救った英雄に中立を保っていてほしいからだと思うよ。完全に千人の味方にならずにね。別に誰かの味方でもないよな。あの千人たちだってリーユエを守ろうとしてるし。その守るは上から目線の傲慢のことかしら。え、君たちは凡人、彼らの守る対象だから、彼らは君を神を殺せる資格だとは思わないでしょう。だから行幸が現場を封じ、民を取り調べて資格を探すなんて命令を。彼らは何かを隠すための工作だと思ってるんでしょうね。そう、彼らは私たちを軽蔑してるわ。確かにそれも一理あるかも。でも国政みたいな仙人を敬わないリーユエ人は初めて見た。時間の概念が薄いだけで敬えと。彼らは凡人に対して傲慢だから、私たち七世にしばらく手は出してこないでしょうね。いい、今のは忘れて。敬わないはあくまで私個人の心情だから。行幸はそんなこと言わないわ。
とにかく今回彼らの行動は十分自制があるものだと認めるわ。帝君の殺害は尋常じゃない。こんな事態を前に彼らは直接攻撃してくるのではなく、他の仙人を召集して話し合うことにした。思いのほか理性的ね。意外だわ。行幸はね、何でも交渉で解決しようと思ってるけど、それは詭弁だわ。仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければ、リーユエの未来はどうなるの？うわぁ、また大胆な発言だな。まあ話は以上よ。ここまで話すつもりはなかったけど、君はいい聞き手よね、旅人。さあ軍玉閣に行きなさい。ちゃんと時間を守ってよ。行幸に会いたい人はたくさんいるんだから。リーユへの富豪たちにとって軍玉閣に登ることは最高の栄誉よ。なんたってメリットしかないもの。メリット？でもでも、そうだ、手土産もリーユへの文化だぞ。メリットのためじゃない、リーユへの伝統文化のためだぞ。まあまあ、手土産は後でいいから、まずは軍玉閣に行く方法を教えるわ。本当はここに来なくてもいいの。リーユエ港に戻って月海艇で案内人を探せばね。それから、ではまた会いましょう、旅人。うん、あの幽変は仙人を敬わないけど、あっさりした人だな。そうだ、行幸への手土産はどうする？そうだ、昨日夢で素敵な料理を思いついたんだ。その名もアイシングスライム。行幸みたいな大富豪にぴったりだと思うぞ。それを手土産にしようぜ。ピキーンって感じでやればいいんだ。まずは材料だ。急げ、栄光と富が待ってるぞ。
聞こえないか？違う！助けを呼んでるぞ！あそこの遺跡からだな！あ、あの砲塔団たちが誰かを閉じ込めてるんじゃないか？風だ！相手を間違えた！助けてくれてありがとう。あの砲塔団たち、そこのスイートフラワーをいじるついでに俺にまで暴力を振るってきて。楽勝楽勝。そんなに感謝しなくてもいいからな。わかってる。ちゃんとお礼は用意するよ。いいえ、君のおかげで助かったんだから。俺はリーユエコー、明星祭の供給業者モータンだ。普段は山で骨董を探してるんだが、まさか砲塔団と同じ遺跡を見つけるとは。ふっかり奴らに閉じ込められてしまった。恩人様、何か必要なものは？骨董、貴重品、俺が持ってるものなら何でも。おや？どういうものを？プレゼント用の箱はないか？綺麗なやつ。お菓子を入れるんだ。もちろんさ。骨董業者たるもの、箱は必需品だろ。明星祭には七国でも一流のギフト箱があるよ。店主には俺から言っとく。時間があるときに店に取りに来ればいいさ。よかった。アイシングスライこの箱はこれで解決だな。聞いたわ。彼を助けてくれてありがとう。うちの商品の多くは彼が集めてきてくれてるの。彼に何かあったら私の商売もおしまいだわ。さ、この箱自体が骨董品でね、140年以上の歴史があるわ。綺麗にしておいたから。これでいいかしら。おお、すごく素敵だ。そうだ、他のものも見ていいか？借りる。ええ、品物は棚にあるからどうぞ。旅人、この大きい銅管すごそうだよな。これをボール代わりにしてかき混ぜたらきっと美味しいお菓子が作れるぞ。できた！唯一無二のアイシングスライム。ゆっくりと箱に入れて粉砂糖をかけて。ここに摘みたての花があるわ。一緒にどうかしら。やったー、完璧だー。よし、オイラたちの栄光と富を箱に入れたぞ。行幸に会いに軍玉閣へ行こうぜ。
生に言われた通りだと確か。こんにちは。月は売ってる？はい、数はどうします？それは言えない。正解です。ここからどうぞ。お二人は行幸様が本日招待したお客様ですね。その通り。けど今のは客人の暗号ではなく幽変限定の暗号。待ってたわ、絶雲の間から帰った人。私に？どうも。招待したのは私なのに、かえって迷惑だったかしら。そんなことないぞ。ひひひ。この宮殿の位置は、すべての山よりも高く、ここからリーウェ港の全貌を見ることができるわ。商売を始めた時から、この宮殿を作るための資金を集めてきた。天中園になった後、凄腕の職人たちに依頼して増築を続け、最初部屋一つ程度の広さだった軍玉閣も今やリーユエ上空の月を覆い隠すほどになった。そしていつか七国を覆うことになると私は信じてるわ。軍玉閣に登れる客人はそう多くない。セピュロス騎士団の代理団長は手紙の中であなたを褒めてたわ。だからあなたがリーユエに着いた日から私はあなたを探した。何？そしてあなたたちが防御旅館に着いた時にあなたたちの動向を把握した。まさかオーナーって七星の部下なのか？違うわ。防御旅館の者全員私たちの部下よ。ブイブイ。奇襲機のところで。そうよね。ずっと上で見てたのか？こんな距離から盗み見はできないわ。地獄の働きよ。あなたたちに興味がある。関心を持つのも当然よ。ええ、仙人と付き合いのあるあなたが私たちを信じないのもわかる。今回は誤解を解くために招待したの。魔人戦争は聞いたことあるわね。かつて魔人が数多といて長い戦争があった。たくさんの血が流れ2000年前に戦争は終わった。テイワット大陸に残った7人の勝者は敗者の残骸の上で国や城を作り、七神の時代が始まった。古雲閣は見えるかしら？あれは自然にできた景観ではなく、帝君が戦時中に投げた岩の槍よ。岩の槍の下には、七神の座を手に入れられなかった、かつての魔人が封印されてる。魔人だけでなく、俗世の七獅星も死ぬことはあるわ。帝君の逝去はリーウェにとって想像できないけど、テイワットの七神は崩れない。
次の眼神が現れる。けれどテイ君のことは忘れないわ。その時リーウェの人々と仙人の関係はきっと昔とは違うでしょう。新たな時代でもリーウェ七世はテイ君の民よ。テイ君に歯向かうなんてするわけないでしょ。あの日のこと、あまりにも突然で対応しようがなかった。その場にいたならわかるわよね。七星の敵はとうにリーウェ港にいる。厄介なことになる前に行動しないと。だから私は先祖の亡骸を隠して敵の行動に牽制を仕掛けたの。その敵って誰のこと？さあどう思う？なぞなぞでもしてるのか？正解よ。外の景色は綺麗だけど、高い場所にいるとやはり風が強いわ。さあ二人とも中へどうぞ。